お久しぶりです、店長です。で本日はですね、モトブログを去年の12月1日からスタートしまして、おかげさまで1年間継続することができました。それでこの、まあ、1年間継続してみた感想っていうのをね、今回はお話ししてみたいと思います。それでまずこの動画の説明ですけども、去年の12月1日からモトブログを1年間実際にやってみた、まず率直な感想、そしてモトブログをやる、まあ、メリットとデメリットっていうのがあると思うんですけど、これをまあちょっと具体的に説明させていただきます。あとは僕自身が実際にやった、まあ、モトブログの始め方、あとね、やっぱりね、モトブログじゃなくても YouTube 全般に言えるんですけど、途中でやっぱりやめちゃう人もすごい多いんですよ。なかなか見てもらえませんし、まあ、それすごい自分自身も僕自身も分かりますけど、ですんで、そのいかにして続けるか、そのモトブログの続け方について説明します。それでですね、まあ、この動画なんですけど、40歳以上でね、モトブログに興味のある方、あとはモトブログをやってみたいとね、少しでも思ってる方には特に参考になる内容になっています。ではね、これからご説明していきますんで、よろしければ本日も最後までよろしくお願いします。はい、じゃあね、これからちょっとご説明していきますけども、まずモトブログを1年間実際にやってみた感想についてお話しさせていただきます。でまずですね、モトブログを僕がまずなぜやろうと思ったかっていう、まあその理由なんですけど、一つは収益目的で、もう一つはですね、全くやったことがなかったんですけど、この動画の編集ですね。あとまあ動画自体が、まあ、これからねやっぱり来るだろうっていうのは、まあ、言われてはいましたけど、まあ、さらにね伸びるだろうと思って、まあ、その動画に詳しくなりたかったっていうのと、動画の編集の技術を、まあ、身につけたかった、少しでも独学でいいから少しでも身につけたかったっていうのが主な理由になります。最初の収益目的ですけど、これはですね、まあ、実際に例えばその YouTube 一本で食べていくとか、そういうことじゃなくても分かんないですよ、それは。だから要はそうなれる可能性もあるけど、なれない可能性の方が高いじゃないですか。でまあヒカキンさんとか、ああいうトップレベルは最初からちょっと難しいっていうのは思ってたんですけども、ただね、月に1万円とか2万円のレベルであれば、まあそれが毎月入ってくるような状況にするっていうのは僕は自分で可能だと思ってたんです。ですんでまずやりたいと思います。その目指すべきとこはそこだったんです。月1万円から2万円の収入をまず取りに行こうっていうのが、まずその収益目的の狙いです。でまあちょっと補足しますけど、まあ、ブログとかっていうのもあると思うんですけど、ブログの運営も僕は過去にやってたんですが、ブログはですね、もう完全に時代遅れです。まあある程度はそこから収益得てる人もいますけど、もちろんね、それで食べてる人もいるんですけど、例えばアメーバブログっていうブログサービス今でもあるんですけど、当時はね、何年か前はすごいそれにぎわってたんですけど、今ねそれがどうなってるかっていうと、過去に人気があった人で1回記事書けば、例えばいいねが300とかつく人であっても、今だと10個以下とかってなってるんです。それはもうアメブロに人がいないからなんですよ。要はこういうネットの社会って、人がいなければそのプラットフォームっていうのは価値がなくなっちゃうんで、でそれがアメブロだけじゃなくてブログ自体にそういうことが起こってるんで、まあ、動画の方に、ね、シフトチェンジしてった方がいいっていうのが僕の判断だったんで、まあだから、まあ、YouTube で収益化たとえできないとしても、まあ、動画の編集技術とか身につくからプラスになるだろうってことで始めました。でまあ今ちょっと説明しちゃいましたけど、この全くやったことがなかった動画の編集っていうのもだから練習になると思います。で結局これで失敗したとしても、まあ、人となんか話した時に飲みの席とかでも、まあ、話のネタになるっていう、まあ、自分もこういうのやってみたんだけど全然失敗したんですよとかってネタにもなるし、まあどっちみち転んでもね、まあ、そんな初期費用もかかるわけじゃないから大丈夫かなと思って始めたのがきっかけです。で1年間やってみて収益化っていうのはちょっと まだできてないんですけど、要はね、収益化っていうのはまず登録者数が1000人必要なんですよ。プラス年間の直近1年間の総再生時間が確か4000時間以上だったと思いますけど、こっちの4000時間以上はね、皆さん結構すぐクリアできると思うんですけど、僕もとっくにクリアします。だけどもこのね、登録者数1000人っていうのはすごい難しくて、皆さんこれで大体挫折するんですけど、で僕の場合はありがたいことに900今現在で20人くらいまで増えてますけど、まだ1000人までは行ってません。まあでもね、1000人近くまで、あと80人くらいまで来てます。で結局、まあ、どう思ってるかっていうと、まだね収益化こそできてませんけども、モトブログを続けることで動画の編集も含めてね、動画全般に、まあ、ある程度やっぱり詳しくなれましたし、であとねバイク仲間も増えたんですよ。でそのおかげで、まあ、林道に行ったり、ね、その林道を教えていただいたり、ね、あとまあキャンプなどにも行ったりしました。要はその動画撮ったのに行ったりもしたし、あとそのバイクのメンテナンスとかも教えていただいたりしたんで、まあ、結局ね、モトブログで収益化とか動画の編集技術以外にも僕が思ってた、想定していた以上のメリットがまあありました。だからまあ僕は感想としてはモトブログをやったおかげでこの1年間は非常に満足しています。はい、ではですね、2番目としてモトブログのメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。ではですね、メリットなんですけども、まずね、
やっぱり動画に詳しくなるっていうのが挙げられます。それでですね、まあ動画のみならず、まあ、ネット全般に対してね、まあ、リテラシーが上がるっていうふうに僕は考えています。それで今ネットがね、まあ、もし全然苦手っていうような人であってもね、元ブログを続けていればこれはね自然に詳しくなります。自分で調べたりもしますから、動画のみならずネット全般について詳しくなります。であとはですね、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけど、バイク仲間と知り合う機会が増えるっていうのがありますね。で元ブロガー同士でツーリングに行ったりとか情報交換したりとかこの1年で、ね、結構しました。で、まあ、先ほどもお話ししましたが、バイクのメンテナンスを教えていただいたりとかもしました。であとはですね、教習所の教官の先生とツーリングに行ったっていうのもありました。でこれはですね、元ブログをやっていなければ多分ねやってないことだと思うんですよ。まあ普通なかなかね、自動車学校卒業してから教官の先生と一緒にツーリング行くって多分ないと思うんで、これもやっぱり YouTube やってたからなんです。だからすごいね、まあ貴重な経験できたなと思いますね。まあやっぱりそれは元ブログのおかげだと思う。でまあ、デメリットとしましては、まず時間がかかる、そしてあと、まあ、やり方によってはお金がかかるということです。それでこの時間なんですけど、これはね本当に動画の編集とか凝ればキリがないんで、まあ、僕みたいな素人で一番最初にやってた時で全然凝ってないですよ。凝ってないけども丸1日かかりました。下手したら1日以上、用意とか考えたら、ね、準備とか考えたらそれ以上かかる。だけども工夫すれば、だんだん慣れてきて工夫すれば、これ動画の内容によりますけど、僕であればね、まあ今だと1本あたりだいたい半日くらいで作れます。内容によりますよ、手の込む内容だったら半日はできないですけど、まあだいたい半日でできます。であと費用なんですけど、費用はねこれもかけようと思えばかかるんですけど、僕の場合ははっきり言って GoPro 代はかかりましたけど、それ以外はねほとんどかかってないですね。で結局ね、動画の編集ソフトも僕は無料の VN っていうソフト使ってるんですけど、これ無料です。他にも無料のソフトたくさんありますし、まあ、素人がやる分にはね、プロじゃないんだから最初は無料ので十分だと思います。で僕は今現在1年間経っても無料のソフトを使ってます。であとまあ編集作業なんですけど、これもねハイスペックのパソコンじゃなくてもやろうと思えばスマホでできます。だからここら辺も別にお金かかんないですよ。スマホは皆さん持ってらっしゃるでしょうから。だから僕はね iPad 買いましたけど、別にそれは別にスマホでもできるんで、お金をかけないでやろうと思えばできるってことです。はい、ではですね、3番目として僕が実際にやった元ブログのやり方と続け方、このまあ具体的な方法について解説します。でまずですね、まあ、費用をかけたくないっていうことであれば、まあ、スマホプラス、まあ、ネックマウントっていうのがあるんですけど、まあ、これちょっと僕が使ってるもの、ネックマウントとかマイクとかは動画の概要欄にアフィリエイトリンクを載っけときますんで、もしよろしければ後でご確認ください。でこのスマホとネックマウント1000円くらいですけど、これがあればこれでね動画を撮影して、あとはね音声は後撮り、後からまあ編集で入れるっていうやつです。それすれば実質ネックマウント代の1000円くらいで元ブログっていうのを始めることができるんですよ。でまあ僕の場合はですね、まあ、最初から GoPro8 っていう、今ね GoPro は10まで出てますけど、2世代前ですね、 GoPro8 とネックマウントとあとマイクで、マイクはまあ、当時250円くらいで買えたんですけど、今500円くらいに値上がりしてますけど、まあ、それでも Amazon で500円くらいで買える、まあ、安物です。でもそれで十分です。でこれを買って始めました。それでもね、今だったら GoPro8 とか買っても、まあ、3万5000円程度で始められます。僕が1年前に GoPro8 買った時は4万5000円くらいしましたけど、安くなってるんですね、土地元に。であとはその続け方、元ブログの続け方ですけども、これもねやっぱり途中でやめちゃう人とかも多いんですよ。やっぱり見てもらえないしね、わかります、すごく気持ちは。で僕が心がけたのは、とにかく途中でやめずに、まあ、続けることをまず僕は意識しました。で続けるためにはですね、動画の制作にかかる全ての手順をできるだけ簡略化することっていうのを僕は大切にしています。今でも大切にしています。であとはですね、完璧主義っていうのはね、まあ、捨てるってことですね。で僕はまあ60点で上出来主義っていうのを、まあ、自分で取り入れてるんですけど、まあ、これを60点で上出来主義っていうのは、まあ、僕の造語っていうか勝手にやってることです。まあ、これくらいでいいと思いますよ。じゃないと続けません。続かない、絶対途中でやめちゃうから。完璧主義とかは絶対ダメです。で やっぱりその続けるためにはどうすればいいかっていうのを考えていく、自分なりに自分に合う方法を考えていくっていうのが大事です。あとクリエイティビティって言ったりしますけど、まあ要は創造性、創作意欲みたいなものです。これっていうのはやっぱりね、ネタが思いつかないってことがあるんで、あの波があるんですよ。やる気っていうかクリエイティビティに波っていうのがあるんで、まあこれも人によって違うと思うんですけど、僕の場合はだからもうどうしてもね、創作意欲が湧かないっていうか、ネタが思いつかない時とかは、まあ1週間から2週間どうせ休んでもいいから、その代わりね、休んだらその後はどんな形でもいいから1本動画作ってあげるっていう風に考えてます。まあ2週間も休んだことないですけど、まあそういう風には考えてます。まあ自分自身のことを僕はある程度分かってるんで、もう40過ぎてるんで、まあそういうこともあるだろうなと思ったんです。1週間とか2週間とか、まあ1ヶ月でもいいけど、
間空いてもいいから、その代わりでもそこで絶対やめないで続けるっていうのは自分に、まあ、誓うっていうか、そういう風にルールとしてやってました。でそうすればね続けられるんです。いいんですよ、多少空いてもね。例えば毎日ずっと続けるってそれ無理だから、特に元ブログなんていうのは毎日続けるってすごい大変なんですよ。やってらっしゃる方もいますけど、めちゃくちゃ大変です。だから別に間空いてもいいから、僕の場合ですよ、僕の場合は間が空いてもいいから、その代わりやりましょうねと、2週間後になったらまたやりましょうねとか、1ヶ月経ったらまたどんな形でもいいから1本あげましょうねっていうのをやっときました。でそうすることによって、まあ途中でやめずに、まあとりあえず1年間まず続けてますから、それでなんとか続けられたっていう感じです。はい、じゃあ最後になりますけど、ですね、まあ、この1年間ね、まずまだ今月あと1ヶ月残ってますが、まあ、本当にブログ運営させ、ブログじゃないよ、YouTube 運営させていただいて本当にありがとうございました。本当にね、見てくださったりチャンネル登録してくださった方のおかげでね、今1年間やれたっていうふうに、ね、本当に思っております。すごい助けられたりもしてるっていうのはもちろん、ね、すごく自覚してね、本当に感謝してます。自分一人じゃ絶対無理だったなと、続けてないなと思ってます。それでですね、まあ、最後に YouTube やね、元ブログはね、まあ、もう遅いっていう人っていらっしゃると思うんですけど、これはね別にね興味があったりとか、あとちょっとでもやってみたいと思うんであれば、僕はやってみた方がいいと思います。で結局ね、この YouTube やるメリット、元ブログやるメリットっていうのは別に収益だけじゃなくて、ご説明しましたけど、ネットや動画に詳しくなるっていうのも大きいんですよ。であとはバイクの仲間もねできやすい、もう非常に僕は助けられてますんでね、いろいろ教えていただいたりとかして本当にありがたいと思ってますから、そういうのもあるんですよ。だから収益だけじゃないんでね。でしかもその初期費用、初期投資の費用も別にね、 GoPro じゃなくてスマホ使うんであればほとんどかかんないんですよ。編集ソフトも無料のありますしね。だから、まあ、悩んでいるんでしたら僕はやってみた方がいいと思います。ではですね、1年間ねありがとうございます。ございました。まだねあと1ヶ月ありますけれども、今後ともねまた良い動画、改善を繰り返しながらね作っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは失礼します。